サンイコールテルブランは、フランス、ペードラ・ロワール地域圏、ロワールアトランティック圏の都市、なんとの西の郊外コミューンである。ロワール川の北に位置し、なんとから、サンイコールテルブラン中心部まで、約7キロメートルある。コミューンは、アルモリカ山海に属する、オネの上にある。サンイコールテルブランとは、聖エルムランに由来する。近年の発掘調査で、 新石器時代より人が定住していたことが分かっている。サンイコールデルブラン教区は675年に聖エルムランによって作られた。なんとの成長とともに人口が増加し、1851年には人口2400人ほどであったのが、1968年には18000人余りとなっている。成人向けの夜間学校。 ケンテリーアンノズが2001年より設けられている。2009年3月、ブルトンゴの日常生活での使用促進を目指すや、D、アルブレイジョニヒ検証に3イコールテルブランは、署名した。AB オークスオリジンヌ・デラビル、シュール www.saint-herblain、フカンサルトルサンマーズ2010、デビレジェスデカシニーをコミューンズディ・ウジャードヌイ、 2010年7月26日閲覧、ありがとうございます。